井川さん、今、はい、井川さん、SNS めっちゃバズってますね。ありがとうございます。でも、ちょっとぜひ、アピールさせてください。本若にどうしてもですね、せっかくバズった本若に、楽天の M 谷さんを批判したせいで、はい、ログインできなくなっちゃいまして、今、サブアカでやってます。サブアカは、全くローマ字で、私の名前、井川元隆でやってます。ローマ字なんですけど、っていうのをぜひ、広めてください。お願いします。待ってください。批判したら、ログインできなくなるんですか、今。そうですよ。そういう、三木谷そんなことやってくるんですか？あ、だってそれこそ YouTube と、YouTube Japan と Twitter Japan の最大の広告のスポンサーは楽天ですから。嘘！マジっすか？本当ですよ。っていう噂。凍結でもバンでもなくって、はい、とにかく私がリテラシー低いわけじゃないですよ。ちゃんといろんなことやっても入れなくなって、で最後、認証コードが来たら、認証コード来たのをすぐに入れると、はい、その認証コードの期限は切れてますって言うんだけど、いやいや、今来たとこなんだけどっていう。これ待って、めっちゃ闇の話じゃないですか、いきなり。僕なんか、これめっちゃ闇すぎますよ。手動で忖度で、手動でなんか入れなくするって嫌がらせがあるみたいですね。なんか僕、闇すぎるでしょ、それ。井川さんのその話聞いてたときに、単純にパスワード忘れたのかなとかって思ってたんですけど、違ったんですね。すいません、そんな私、そんなリテラシー低い人間じゃないです。IT リテラシーそこまで低くないです。やばっ、そんなことあるんですね。っていうか、やばっ、怖っ、俺ら、これ、てか、俺殺されるじゃん。ダメだ、これやばいっすよ。いや、ガーシーさんはわかるんですよ。いろんな角度から。もしかしたら、俺なんでまだ生きてんだろう。井川さんもダメなんですか、それで。俺も結構ガーシーさんに乗って、過去に自分が聞いた、あるいは実際に体験させられたミッキーの、いろんなことを挙げちゃったんで、多分それだと思います。だから、なんていうんですか、ログインだけできないですよ。じゃあ、井川さん、サブアカ。突然、ね、はい、突然ツイッター社から、そもそもそのメールアドレスは登録されてませんって言ってた、そのメールアドレスにツイッター社からの来たのがですね、もう5つぐらい来たのが、あなたのこれは規約に反してます、ルールに反してます、だから解除、これを削除するか、どうのこうのって来たのがですね、例えばもう俺はこれから飲むとかで、ね、それがやられてるんですよね。確かに。スピリタス飲むのがいけないのかみたいなね。それは私の今のサブアカ見てください。そういうの全部上げてますから。じゃあ、そう、サブアカちょっと美濃さんに送ってください。僕、じゃあ概要欄、これせっかくなんで貼っときますんで。確かに。はい、アットローマ字で大文字の I から始まって小文字で井川元隆です。はい、言われる、あれ、あ、大丈夫、僕、貼ります。じゃあ貼っときます、概要欄で。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうもね。はい、すごいっすね。大丈夫っすか、こんなん流して。まあ大丈夫でしょ。そんなことあります？わかんない。会ったことあるんですか、三木谷さん？僕は透明はあるけど、ちゃんと面識はない。みんな嫌いだよね、三木谷さん。でも、そういうことやめよ。ちょっとバンされたら困るんで。三木谷さんのことどう思いますか？三木谷さんのことどう思いますか？コメントが来てるんで。松浦が、三木谷さんのこと、どうも思わないけど、嫌いだなとかって言ってるけど、はい。俺は三木谷に、関しては、はい、ノーコメント。ノーコメント。もうこれで終わり、これで終わり。ノー、ノー。これで終わりで分かるでしょ。分かりました。三木谷は、やっぱり、とにかく楽天を、王国を作ってしまった、楽天経済圏を作ってしまった、ものすごい、エネルギーのある男だから。ノーコメントじゃないですよ。金城さん、金城さん、今コメント欄で、ノーコメント笑い、ノーコメント笑い、ノーコメント笑い。だから、三木谷が見落としてきた人間的なものはいっぱいあるんだよ。それはそうですよね。それを許すか許さないかだよ。
で、ケンジョさんは許しますかって聞かれたらノーコメントだよ。で、ケンジョさん、男だろ、男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 。明日これニュースになりますよ、これ。明日、はい、いやすごい、これ、すごい配信だね。すごい配信ですよ、これは。なんで、だから、あの、許すか許さないか、三木谷の、傍若無人の振る舞いを許すか許さないかで言ったら、ノーコメントってことですよね。ノーコメントですね。本当にあの、ウクライナのあれとかあったんですか？え、わかんない。金魚さん聞いてよ。金魚さん聞いて。あ、すいません。ちょっと金魚さん、あの、ごめんなさい。もう一個だけ質問させていただきたいんですけど、あの、世間で噂になってる三木谷さんのそういうウクライナのあれとか、本当にあったんですか？ああいうの。それノーコメント。ああ。俺が知るって真実だって。知らないの俺。知らないよ。知らないんだよ。木原官房副長官の時の話は、三木谷が紹介したいと。うん、だから、会ってくれと言われた話なんで、ヨリアの話ね。副官房長官が、俺に対して、こういう、これは失礼だなと思ったから、それが怒ったよ。え、でも近所さん、うん、あの三木谷さんって白人のロシアとかウクライナの未成年好きじゃないですよね、絶対。いや、それは知らない、俺。ノーコメントです、ノーコメントです。近所さん、めちゃくちゃ知らない、古いっすね。知らないことは答えられません。いや、もうこれやばいっすね。もういや、じゃあ、はい、すいません、本当近所さん、じゃあありがとうございます。すいません。ありがとうございます。すいません。ありがとうございました。ちょっと、三崎さんとまたゆっくり、はい。ありがとうございます。はい。はい。どうもどうも。はい。ありがとうございます。